やで、うん、そのエレベーターがな、うん、いや俺もともといらっしゃいませ、2人です、こちらどうぞ。エスカレーターと思ってて、そのあるよな、エレベーターってエスカレーターこっちになってさ、たまにあるよな、あるあるで、じゃあとりあえずお冷や、あ、はい、かしこまりました。で、はい、じゃあお決まりになりました、あなたお呼びください、はい、今日はいつもと違う女性ですね、初めてですよ、 ここありがとうございます。エレベーターとエスカレーターごっちゃになるやろ。で、俺ここって初めてやっけ、てか初めてやんな、初めてやん、自転車のペダルとサドルもこっちになる、どっちがどっちかわからんから、それはないと思う、マジで、うん、禁煙と喫煙はならん、ならん、あれ、いや、エスカレーターやろ、それ階段の方がエスカレーター。じゃあ今エスカレーターとエレベーターの話してない。家の反対側やんな、かな。じゃあ確かに。あ、ペダルとサドルごっちゃになるけどな。それはないわ。いや。決めつけもすごいな。いやいや、禁煙と喫煙はない、漢字で思い浮かべてるもん。ああ。でもコンテナトラックとダンプカーとかってごっちゃになってんの。ダンプカーってあのこの、これが動くやつやからな。ダンプカーが、いわゆる多分トラックがコンテナトラックや。ダンプカーっていうのがあの詰めるんでこうグワッて開く。ダンプカーがピンとこう。あ、そうなんや。あ、分からんねや。分からん。あっちの店行っか。な。うん、もう来たことあったっけ？あの、すいません、やっぱなしで。あ、すいません。そうですか。はい。ありがとうございました。はい。よく来てるんですか？あ、よく来られてます。はい。いつもとは違う雰囲気の女性。あの、大丈夫ですか？はい。あ、何か不手際がありました。あ、全然大丈夫です。はい。はい。ありがとうございました。